ロサンゼルス大都市圏はアメリカ合衆国カリフォルニア州の南部にあるロサンゼルス市を中心とする複合都市圏に使われる地域名である。ロサンゼルス市からロサンゼルス軍、オレンジ軍、サンバーナーディーノ軍、リバーサイド軍を及びベンチュラ軍の5軍に広がっている。アメリカ合衆国国内でも人口成長率の高い状態が何十年も続いており、最初は ロサンゼルス軍に始まり、続いてオレンジ軍で増加し、現在ではインランドエンパイアと呼ばれるサンバーナーディの軍、リバーサイド軍両軍を合わせた地域で人口が増加している。2010年国勢調査時点におけるロサンゼルス都市圏の人口の公式統計は1280万人以上、5軍の人口を合わせると1780万人以上となっている。 どちらの数値によってもアメリカ合衆国の東欧系用都市圏人口ではニューヨーク都市圏に次いで第2位である。サウスランドという言葉は南カリフォルニア全体に対しても使われている。ロサンゼルス大都市圏の都市化された地域の塊はロサンゼルス軍の都心中核を取り囲んでいる。都市化という言葉は多かれ少なかれ連続的に都会化された地域に使われベンチュラ軍から オレンジ軍の南側軍、堺まで、また太平洋からインランドエンパイアまでが当てはまる。ロサンゼルス大都市圏は通常ロサンゼルス都市圏、インランドエンパイア及びベンチュラ軍を含むと一般に考えられ、そのすべてがアメリカ合衆国国勢調査局が定義する複合都市圏の一部である。ロサンゼルス大都市圏にはサンディエゴ軍とインペリアル軍が含まれていない。 これらの軍の都市部は、ロサンゼルス大都市圏の都市か地域と連続しておらず、サンディエゴ市自体が、サンディエゴティフアナ都市圏というロサンゼルス大都市圏よりは小さいが、実質的に大きな都市圏に属しているからである。アメリカ合衆国国政調査局は、上記5軍を、ロサンゼルスロングビーチリバーサイド複合都市圏に指定しており、 2010年4月1日時点の人口は1787万7006人としている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、ロサンゼルス都市圏の面積は4850平方マイルであり、一方複合都市圏の方は3万3954平方マイルとなっているが、校舎の場合の半分以上は、サンバーナーディーの軍、リバーサイド軍両軍東部の 人口が希薄な砂漠地帯までを含んでいる。ロサンゼルス、マルホランドドライブから南を望む。左からサンガブリエル・山脈ロサンゼルス市中心街、ウェストハリウッド、ハリウッドボール、ウェストロサンゼルス、パロスベルデ、サンタカタリナ島、サンタモニカ及び、太平洋ロサンゼルス市中心街のマテインローロサンゼルス市は、以前からスプロール現象を起こしていると言われてきた。 しかし、2000年国勢調査によれば、面積1688平方マイルのロサンゼルスロングビーチサンターナ都市下地域は、人口密度が7068人平方マイルであり、アメリカ合衆国で最も密度の高い都市下地域となっている。ニューヨークニューアーク都市圏は、面積3354平方マイルで、人口密度は5309人平方マイルとなっている。 一般にロサンゼルス市がスプロール現象を起こしていると考えられるのはこの地域が分散した構造になっていることが要因であるとされる。地域の文化、商業、住宅、政治、工業及び公共機関が単一の中心街に集中せず地理的に分散されている。ロサンゼルス市全体の人口密度は他の大都市に比べて低く。 例えば、ニューヨーク市の3分の1以下である。地域には、サンタモニカ山脈のようにほとんど人の住まない場所も含まれている。また、ロサンゼルス市の郊外衛生都市の多くは、国内でも人口密度が高い方である。中心地域の人口密度は2000年時点で13,500人、平方マイル以上となっていた。ロサンゼルス市の都市化された地域内は、小さな土地区画、 低い空室率、巡航外地域が全体的に少ないことが特徴である。地域の建物は美観に照準を合わせた区域規制のために他の大都市に比べて高さが低い。アメリカ合衆国先海岸の都市で都市間鉄道が人口を拡散させたようにロサンゼルス市はパシフィック電鉄で人口が拡散された。20世紀最初の10年間、この地域は密度は 高いが、別々の都市は鉄道で結ばれたネットワークが特徴だった。自動車の流星でこれらベッドタウンと人口密度が低い街とのギャップが埋められることになった。ロサンゼルス大都市圏の平らな土地は住宅、ビル、道路及び高速道路で完全に埋められているロサンゼルス市を取り囲む郊外地域は全方角に広がっている。20世紀の初めから地域生誕に 大きな人口増加があり、サンフェルナンドバレーからベンチュラ群東部のコネホバレーに拡大した。1960年代と1970年代に白人労働者階級の多くが東ロサンゼルスや中央ロサンゼルスからこの地域に移住した。その結果、アメリカ国道101号線を通ってコネホバレーとベンチュラ群で大きな人口増加が起こった。1960年代に アメリカ国道101号線が完全な高速道路に転換され、それに続いて拡張も行われたことで、ロサンゼルス市への通勤が容易になり、さらに西への開発の道が開けた。ベンチュラ軍とアメリカ国道101号線に沿った開発は、現在でも議論が多く、経済成長には事業開発が必要と考えるものに対して、未開発空間を残すことを推奨するものとの間に、 論争が続いていてるこの地域には現在も未開発空間と土地が豊富にあるが、そのほとんどすべては取っておかれて、各都市のマスタープランの一部として開発しないことになっている。このために、かつては不動産を購入するときにそれほど高価ではなかった地域が2000年代に入って価格高騰することになった。例えばコネホバレーの住宅価格中心地は、 現在70万ドルから220万ドルの間にある。ロサンゼルス地域は現在も成長を続けており、特に周辺部では新しく安く未開発の地域が求められている。このために人口増大と住宅価格の高騰が共に進行したが、2000年代後半に住宅バブルが弾けた。リバーサイド軍とサンバーナーディの軍領軍には、 広大な砂漠の土地も残っており、2000年から2006年の間の人口増を引き受けていた。人口増は既存の都市化地域の外側だけでなく、中心部の既存開発に隣接する場所でも続いている。アメリカのほとんどの中核都市で、中心街での住宅開発が活発に進んでいるように、ロサンゼルス市でも新しいビルと元のオフィスビルの改修が進んでいる。 ロサンゼルスダウンタウンニューズは進行中の開発プロジェクトをリスト化しており、四半期ごとに更新している。ロサンゼルス大都市圏という言葉は、都市圏あるいは統合された地域を示すために使うことができる。サウスランドという言葉は、より漠然としており、そのどちらにも使うことができる。さらに、サウスランドは地元住民よりもメディアで使われることが多い。 主要都市圏の多くと同様に、中核となる中心街の外側で常に雇用機会が生じており、多くの人々が通勤し、ロサンゼルス市の外にある大きな郡や都市の郊外地で日々の活動の全てを行っている。地域に関するアイデンティティは異論の多い問題のままであり、多くの住人は全体との関連を認めることを拒んでいる。例えば、 ロサンゼルス軍とオレンジ軍は隣り合っているが人口動態、政治及び財務の特徴も共有している。オレンジ軍はメディアや住人からロサンゼルスとは別の地域と考えられる場合が多い。ロサンゼルス住民のわずか1.63%がオレンジ軍に通勤しているのに対し、オレンジ軍住民の6%以上がロサンゼルス市に通勤している。 リバーサイド軍とサンバーナーディの軍領軍の西部は国内の郊外軍よりも通勤型の特性を帯びるようになった。これらの軍の多くの住人がロサンゼルス軍とオレンジ軍に通勤している。その一方で両軍は広大な領域があり、その東部はロサンゼルス都市圏まで距離があるために明確な別のアイデンティティを維持している。夜明けのロサンゼルス盆地三味役や 太陽のような自然の地形で区切られている地域もあれば、市境、高速道路、あるいは建設されたランドマークで境が識別される地域もある。例えば、ロサンゼルス市中心街は、西をハーバーフリーウェイ、北をサンタアナフリーウェイ、東をロサンゼルス側、南をサンタモニカフリーウェイと、高速道路3本と、川1本で仕切られている。サンフェルナンドバレーは、 中心街の北北東にあり、山脈に縁取られた幅15マイルの盆地である。ロサンゼルス市の他地域には、ウェストサイド、サウスロサンゼルス、およびサンペドロ、ハーバーシティがある。ロサンゼルス市の実際の市境の外側にある隣接地域には、サウスベイ、ゲートエイシティズ、サンガブリエルバレーおよびフットヒルズがある。サンペドロ、ハーバーシティ地域は、 ロサンゼルス市に併合されたので、ロサンゼルス港へのアクセスとコントロールが可能となった。ここはハーバーフリーウェイをたどる狭い地区によってのみ、ロサンゼルス市とつながっている。ロサンゼルス市民の多くは、イーストサイドがロサンゼルス側の東、グレンデールとパサデナの南、ゲートウェイシティズの北の地域と考えており、その他にイーストロサンゼルスなど、 ロサンゼルス軍の未編入領域も含まれている。ロサンゼルス大都市圏の中の市境は極めて複雑である。ビバリーヒルズとウェストハリウッドは完全にロサンゼルス市に取り囲まれており、この二つの市が共有する市、境だけが例外である。その他カルバーシティはラデラハイツとボールドウィンヒルズという未編入領域と接する境界以外をロサンゼルス市に囲まれている。 サンタモニカとマリナデルレーもロサンゼルス市に囲まれており、対応に面する境界だけが例外である。サンフェルナンドバレーの北隅にあるサンフェルナンド市も、完全にロサンゼルス市に囲まれている、法人化都市である。ロサンゼルス市の存在は大きいが、ロサンゼルス軍の領域の過半は、未編入領域であり、軍の司法権が及んでいる。 しかしこの土地の大半は容易に開発できないようになっている。すなわち、サンタモニカ山脈、サンガブリエル、山脈及び、モハアベ砂漠という地形だからである。これらの地域で開発済みの土地は法人化都市の周辺部にあり、そこは完全に開発が終わっている。複合都市圏、都市圏及び都市化地域を示す、サウスランド地図と形容大都市圏2010年国勢調査に、 用いられたロサンゼルス都市圏を構成する軍は、ロサンゼルス軍とオレンジ軍である。ロサンゼルス軍が属する都市区分は、ロサンゼルスロングビーチ、グレンデール都市区分であり、オレンジ軍が属する都市区分は、サンタアナ、アナハイムアバイン都市区分である。ロサンゼルス都市圏の総人口は1282万8837人で、ある。ロサンゼルスロングビーチサンタアナ等形容大都市圏に、 加えて、以下の統計用大都市圏も、ロサンゼルスロングビーチリバーサイド複合都市圏に含まれている。総人口は1787万7006人である。都市化地域この複合都市圏にはいくつかの都市化地域があり、複数の核を持つ都市圏になっている。経済地域経済分析局は、経済地域と呼ぶより大きな地域を定義しており、 都市圏を取り巻く関連市場を含めている経済地域は経済の中心として統計用大都市圏が複合都市圏を一つ以上含んでいる通勤に関する情報や新聞の発行部数に基づき中心となる区域と周辺にある群部の集合として定義されているロサンゼルス経済地域はロサンゼルスロングビーチリバーサイド複合都市圏に加え 北側のサンルイス・オビスポ・パソロブレス都市圏、ベーカー,ーズ・フィールド都市圏及び、サンタバーバラ・サンタマリア・コリータ都市圏、南西部のエル・セントロ都市圏という都市圏を含んでいる。上記に加えて、アリゾナ州ラパス郡とカリフォルニア州の引用郡とモノ軍を加えることがある。下表は、ロサンゼルス大都市圏の主要都市であり、括弧内数字は、国勢調査局による2010年人口である。 ロサンゼルス都市圏中心業務地区の外観、サンバーナーディーノバレーの後継ベンチュラ海岸の後継、アンテロープバレーのカリフォルニアポピー以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。20世紀にこの地域で人口が爆発的に増加したことは、その心地よい地中海性気候、石油、自動車、ゴム、映画、航空、宇宙といった産業に土地と金が使えたことに、 返せることができ、国内や世界中から数百万人の人々を引きつけてきた。20世紀初期は柑橘類の生産が地域発展に重要だった。ニューヨーク都市圏が国内最大の都市圏であるが、過去にロサンゼルス大都市圏が人口でニューヨーク都市圏を上回るという予言があった。この予言はまだ実現されておらず、過去の予言はすべて的外れだった。雑誌 タイムの1966年の記事では、ロサンゼルス大都市圏が1975年までにニューヨーク都市圏を追い抜き、1990年には人口1900万人に近づくとしていた。しかし、この記事は、ロサンゼルス大都市圏に南のサンディエゴまでを含めるという誤った定義だった。サンディエゴは、実際にはサンディエゴカールスバッドサンマルコス都市圏を 形成している。ニューヨークタイムズの1989年の記事では、ロサンゼルス大都市圏が2010年までに、ニューヨーク都市圏を追い抜くとしていた。しかしこの予測では、人口が2010年に1830万人になるとしており、ニューヨーク都市圏はその数字を2007年に超え、さらに50万人上積みしていた。2009年時点のニューヨーク都市圏は、 人口2220万人となり、ロサンゼルス大都市圏は1870万人と、まだ356万人の差がある。ロサンゼルス大都市圏は政治的に帰国している。1970年代と1980年代は共和党寄りの傾向があった。最も人口の多いロサンゼルス軍は民主党の強い地盤であったが、 1968年と1972年のリチャード・ニクソン、1980年と1984年のロナルド・レーガンは多数票を得た。ベンチュラ軍、リバーサイド軍を及びサンバーナーディの軍は共和党支持の傾向にあるが、近年はベンチュラ軍が民主党寄りになりつつある。オレンジ軍は共和党の強い地盤であり、1940年、 以降の大統領選挙では全て共和党候補を選んできた。ロサンゼルス大都市圏は世界の経済で東京首都圏とニューヨーク都市圏に次いで3番目に大きな経済規模である。2005年のプライスウーターハウス・クーパースの研究ではロサンゼルス都市化地域の経済は6390億ドルと評価していた。インランドエンパイアやベンチュラ軍を含むロサンゼルス。 大都市圏の経済は7706億ドルである。ロサンゼルス大都市圏にはアジアの自動車メーカー大手がほとんどアメリカ本社を置いている。例外は日産自動車とスバルだけである。この大都市圏は世界の娯楽首都として宣伝され大きな観光産業がある。ディズニーランドパークの眠れる森の美女の白ラグナビーチ。 日光浴を楽しむ人に人気があるビバリーヒルズのロデオドライブワーナーブラザーススタジオズサンフェルナンドバレーロサンゼルス動物園ロサンゼルス大都市圏にはその都市か地域全体に大きな業務地区がある。中心業務地区はロサンゼルス中心街の中にある。ロサンゼルス市域内にはバンカーヒルなど多くの地区があり、これらはウィルシャー・アブールバードを埋めるセンチュリー式と事業である。 その他ロサンゼルス市に近い主要地区としては、ロングビーチ中心街、グレンデール中心街及びバーバンク中心街がある。ロサンゼルス大都市圏の南部では、ニューポートセンター、サウスコーストメトロ及び開発中のアーバイン業務地区がある。東部では、リバーサイド中心街とサンバーナーディの中心街がある。ロサンゼルス大都市圏には、競馬場として、サンターニタパーク競馬場、 自動車レース会場として、オートクラブスピードウェイ、ロングビーチストリートサーキット、アーウィンレールスピードウェイ、オートクラブポモナレースウェイの4カ所がある。ロサンゼルス市はこれまで1932年と1984年に2回、下級オリンピックを開催してきた。全体として、ロサンゼルス地域は、国内の他都市に比べて、カレッジやプロを問わずあらゆるスポーツで、 全国チャンピオンになった回数が多い。テキサス州と比べると4倍、ニューヨーク市と比べると2倍以上になっている。ありがとうございます。